たい花火を折ります。まず半分に折ります。もう一度半分に折ります。三角に折ります。すべて広げます。角を中心に向かって折ります。一度広げます。こちらの点に向かって角を折ります。先ほどの折り目で内側に折ります。他の3箇所も折ります。裏返します。中心に向かって三角に折ります。他の3箇所も折ります。裏返します。こちらとこちらの角を引き出しながら折りたたみます。少しだけ開いてこちらとこちらも角を引き出しながら折りたたみます。2枚ずつになるように折りたたみます。こちらで1つ目のパーツの完成です。こちらを8個作ります。まずこちらの角を引き出します。スコップが開くようにこのように開きます。反対側も開きます。こちらとこちらをかぶせます。かぶせたまま先ほどのように折りたたみます。このような感じです。今度はこちらの片側を開きます。次の紙を開きます。先ほどと同じように重ねて折りたたみます。同じようにすべてをくっつけていきます。
8個くっつきましたら、最後端と端をくっつけて丸い形にします。こちらで完成になります。こちらを回転させるとこのように変わります。